山本薬局？山本。あ、山本。あ、ビニール袋につまずいた。予想外のビニール袋でした。はい。でも台湾ってさ、基本的には水きれいだよね。きれい。なんか渋谷とかだったらこの辺ガム一面貼り付けてる。結構街きれいなんだよね。こんだけ環境観光客がめちゃくちゃ多いの。これか。あ、観光っぽい。ぽいぽいぽい。生元ですね。2000円ない、多分2000円ない。あ、すごい、ね、PMS ってあるんだ、うん、すごい。水虫を改善する漢方ってあるんだ、まあ、病院ちょっとしたなんていうんだエステとか、うん、専門のお店行くと、まあ、確かにそれぐらいの値段とかするよね。現金あれば入れたかったんだけど、現金なくてさ、よくその台湾であるなんか全身マッサージとか大体こういうやつになって、うん、すごいよ。あ、消える。脂肪消えるわ。え、すごくない？これいくらだろう。1000、瓶で1000。ん？瓶で1000。脂肪消えた。消える。一回20粒飲むの？すげえ量の漢方。そうやんな。ね、予約の時間がダメでしたので、はい。閉まったね。でも大人気だね。大人気。大人気。そっからそうやってああやって調合してくれるんだね。合う漢方を。やりたかった、ね。そう、まあ時間の感じも予約しなきゃいけないことも分かったし、値段感も分かったから、うん、できたってことね。そうですね。矢島町。あ、で一個ずつなんかちゃんと効能が別に書いてあるので、はい。はい。ランキングは。そう。フェイスブックね、すごいね。そう、1日2回を1回30粒。すごいね、30粒すごいのもね。うーん、ね、一体何日分なんだろう。うーん、あ、待ったよ、原始者便秘ダイエット。1日1パックを飲むこと。1日1パックで1袋10パック入りで150ですよ。味がなくなるまで何回も飲めます。お茶だ。うんうん、お茶だね。うん、1日1パックだ。これ10日間です、うん、でも安いよね、これ、うん。買ってみたよ。これいいじゃん。冷え性、血行の改善。油を消す。油消して。これは2つ。石鹸で150だっけ。250。600買っちゃったから2750か。結構だね。でしょ。1万円ちょっとぐらい。すごい、すごいな。今日こちらがもっとお金持ちな YouTuber になったら、これを飲んだらどれぐらいちゃんと変化あるかやる動画やろう。やろう。我々にはまあもうこの程度、3ヶ月ぐらいやっぱちょっと試さんとダメな気がするんだよね。あれで絶対右上にテロップ入る、ね、個人の感想で、はい、そう、それな。美佐子は数ヶ月後この素材撮っててくれてありがとうだってちゃんと思うと思います。
もうちょっと時間と余裕があるとき、お財布にお金をもうちょっと持ってるときにね、ちょっと香ばしいですから大丈夫です。はい、すごいじゃん。卵みたい、ね、昨日の。昨日の卵みたい。Thank you、先生。すごい。でかかった。びっくりした。おいしゃ。よーし。いろいろ買いました。買いま、じゃあ買った。私歴代一番買ったと思う。やっぱ健康に興味がある、ね、健康に興味あるんだね。ラーメンしか食わないくせに最近なんかもっと行きたくなってきてね、人生を。そうだよね、みさこは30歳で死ぬつもりだった。そう、死ぬつもりだ、死ぬつもり、死ぬ予定だった。死ぬ予定だった、死ぬと思っていた。重要な話。そうそうそう、重要な話。自殺とかとかじゃなくて、なんか30にぽっくり行くんだなと思っていた。思っていた。そしたらね、死ななかったの。死ななかったの。今よって。私夢を見ているのかな。撮影 OK ということなので、無事こちら屋さんに着きました。もうね、ここ3回目です。前、前は何前？1年半前ぐらいかな。はい、はい、あ、色も全然違う。そう、色も全然違う。色違う。色全然違う。そう、鉄管じゃ食後のでしょうか。あ、消化にいいんですね。食後、油料理やったら、あとこのお茶飲んで、油料理の後は鉄管飲んじゃう色がいいらしいです。